ひまわりを中心とした町づくりを呼び、観光産業として1989年に造成された。7月中旬頃から8月中旬にかけて、国内最大級23.13ヘクタールのひまわり畑を楽しむことができる。なだらかな丘一面が150万本のひまわりで、彩られ、光あふれる夏の風景が広がる。一斉に咲く。 最も旬な時期は8月上旬。入場自体は通年24時間可能かつ無料。しかし、売店や遊覧車などの営業は、ひまわりの開花時期に開かれる、ひまわり祭り期間中のみである。北海道観光振興機構の平成28年度調査によると、台湾、韓国の SNS を調査した結果、投稿数は少ないながら、台湾からの観光客は、 ひまわりの里を最も高く評価した。平成28年度北海道外国人観光客再放送新事業調査事業報告書概要版北海道観光振興機構台湾からの観光客は北流町のひまわりの里、韓国は札幌市のモエレ沼公園。SNS の投稿を分析すると意外な観光地の満足度が高いことが分かったそうです。 ツイッター、北海道新聞、ハット ABCDEF、北流町とひまわりの歴史。北流町ひまわり観光協会。2016年8月13日閲覧。2016.128ひまわり油、再生協議会設立。北流町。2016年10月30日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2016年10月30日閲覧。北竜のひまわり油復活へ、日清をイリオと提携今週に発売。同心ウェブ。2016年10月30日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年8月13日閲覧。北竜町一面王色の夏。読売オンライン。2016年8月17日時点の、オリジナルよりアーカイブ。 2016年8月13日閲覧。日清オイリオグループ、北海道北流町産の三産ひまわり油を発売。日経2017年7月23日閲覧。ありがとうございます。